イオングループイオングループの商業、ブランドビッグ A、アコレアコレは、東京都板橋区に本社を置く、イオングループの株式会社ビッグ A が運営する、小型のディスカウントストア。もともとは、イオンリテール株式会社のブランドであったが、2015年3月に事業が分社化され、2021年2月まで、東米のアコレ株式会社によって運営されていた。アコレ、 新松戸北一丁目店アコレヤシオ TX 店2008年9月にイオンリテールが第1号店である平和大駅前店を実験的に出店2015年3月1日にアコレの事業を新設したアコレ株式会社へ分社化されたが2021年3月1日に同じイオングループでディスカウントストアを運営する株式会社ビッグ A へ店舗事業が承継され 同社の運営となった。ドイツのハードディスカウンターをモデルに、段ボール箱から商品を取り出さずに陳列したり、レジ袋を有料化したり、折り込み広告や特売セールを行わないなど、徹底したコストダウンを図っている。店舗看板はオレンジをベースにしており、従業員のエプロンもオレンジのものを使用している。オレンジ色は、同じ 4K のディスカウントストアであるザビックでも採用されている。 店内放送で BGM を流していない。当初は委員のロゴマークがなく、イオングループのお客様感謝デーを実施せず、電子マネーの利用ができなかった。2013年頃より各種電子マネーを利用した決済が可能となった。2016年6月8日より共通ポイントサービスのワオンポイント、ワオンポイントカードを対イオングループ店舗よりも先行する形で開始した。 なお、マックスは YouTube の前身となる企業が、アコレの名称で、三重県内を中心にスーパーマーケットを展開していたが、名称が同じであるだけで、直接的な関係はない。ありがとうございます。